引退後大谷、さーて、欲を解放しますかな。とんでもないことになりそう。野球やってそう。プレイングマネージャーで。ハンバーグとか食べそう。とんかつ衣ごと食ってそう。野球のスマホゲーによく突っ込みそう。それはもうやってるかもしれん。エンゼルスで GM やってそう。イチローと草野球してそう。実際引退後に趣味で草野球やってる選手おるんか、選手が草野球に登場、みたいなの抜きで。イチローやん。ショートとか守り出しそう。案外引退後は野球から離れてゲーム実況とかしそう。アメリカで牧場経営とか、ヨーロッパでワイナリー購入とか。トラウトと共同オーナーになって優勝目指す男たちの姿が。己の体一つでアメリカの歴史ごと蹂躙して最高の栄誉とビッグマネーを手にしてるんだから、これ以上楽しい欲求なんて些細なことだろ。こんだけ野球を全身全霊で愛したら、そりゃ野球から愛されるわ。皆さんは大谷選手は引退後何をすると思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。